毎朝、渡し船ふ頭から、島への渡し船ふ頭は、島で働く造船所の漁港を満載している。あの日、私は事務所からの通知書を受け取った。それは、抽選で私が戦時配給供給所台湾船協株式会社に勤務との通知である。話によると、ここは政府最南端の波止場であり、しかも国防上重要なところである。毎日の夕暮れ、軍隊兵士と造船所人たちの食器洗いを済ました後、私は島の浜辺に肉を取りに行く。肉はカニに似ているが、殻は金属みたいに硬く、しかも一対の大ハサミは栄光棒に似て、夕方になると発光するが、普段は発見することが難しい。彼らは深くて長いトンネルを掘っているので、彼らを探すには、先にきれいで乾燥した白砂を穴に流し込み、その砂について掘り込まなければ迷ってしまう。突然光るものが見えると、その砂の中に巫女が見える。港の向かいに一隻の軍艦が一号埠頭に停泊して修繕の待っている。今朝一棟の小学生が来て工場の中で土を掘り込み石を運んだ。政府が南進政策で太平洋戦況が悪化するため二号波止場を建設するという。この広い工場の中で小学生は政府から配ったシャベルで掘削機の掘り上げた土を台車に積み込む。先生も傍らで彼らの仕事を励ましている。もし巫女というものは本当にないでしょうかと問うならば、ひょっとしたらそうかもしれない。目前に至るまで私はまだ別のところで肉を掘ったことはありません。ある人が言うには、肉は政府のある種の探索機器であり、ただ戦後は使用していないだけのことです。私が主人に、巫女というカニに似たものが地下で光を発しているというたびに、彼はいつも一つ捕まえてきてごらんと言う。当然私は捕まえたことはない。何か巫女はこの島の浜辺にいるだけということです。
小学生がしゃべるで掘るとき、私はシシササの音を聞いた。私にニコが地下で快速に動いてる音が聞こえた。これは私の確実な記憶でしょうか、あるいは眠る前の造船場の想像であろうか。あのシシササの音は驚くほどに大きい。肉の数は多くて、あの広い造船所でももう入られない。彼らは郊外の石畳の道を掘り始めた。どうしてか石畳は砂のように脆い。さささ、一つの穴になった。あまりにも激烈な掘り方で、造船場は砂嵐に飲み込まれた。続いてニコは小学生の体にも穴を掘り始めた。小学生の体も砂みたいにもろく掘りやすい。あんなに多いニコ、あんなに多いトンネル。あるトンネルはダブって、交差し、私の夢にも掘り込んできた。彼らは私の夢を最後の最も深いトンネルの終点にした。トンネルを通じて思い出を私は思い出したくなくても、また相通して脱離難しい。その後、米軍は飛島作戦で台湾に上陸しなかったけど、各所の重要設備は空襲で破壊され、台湾船協株式会社も空襲から逃れなかった。しかして、ニコは私の夢の中で死んでしまった。数多い死体から発した光は、最後に私の夢を阻害したのである。